このビデオではフォームテンプレートのリポジトリの登録と利用の方法オブジェクトテンプレートのリポジトリ登録と利用の方法についてご紹介します。RATSTUDIO のファイル新規作成その他で表示される標準のフォームテンプレートやプロジェクトの中に独自のテンプレートフォームや独自のテンプレートプロジェクトを登録しておき利用することができます。まずはテンプレートフォームの登録の方法をご紹介します。 テンプレートとなるフォームを作成した後、フォームを右クリックして表示されるコンテキストメニューの中から、リポジトリに追加を選択します。リポジトリに追加のダイアログが表示されたら、お好みのフォームテンプレート名をタイトルとして設定します。わかりやすい説明も加えておきましょう。そして OK をクリックします。 これで登録は完了ですフォームテンプレートを使用したいときにはファイル新規作成その他からファイルを表示させると登録されたフォームを見つけ出すことができますこちらに先ほどの会社フォームありますねこのようにいつでも何枚でも必要なテンプレートフォームを呼び出して追加することができます さらに追加したいときはまた同じように追加することができます次にプロジェクトテンプレートの登録の方法をご紹介しますプロジェクトの形にするのでここでは新規プロジェクトの作成を選択しますデフォルトのユニットが登録されているのでこれを削除して 先ほど作成したフォームのテンプレートを追加してプロジェクト形式にしてみましょう先ほどのテンプレートとして用意したフォームですねまずは一度保存しておきましょうはいこれで空のプロジェクトにプラステンプレート用意できた形になりますツールバーのプロジェクトからリポジトリに追加を選択します リポジトリに追加のダイアログが表示されたらお好みのプロジェクトテンプレート名をタイトルとして設定しますわかりやすい説明も加えておきましょうそして OK をクリックしますこれで完了ですプロジェクトテンプレートを使用したいときにはファイル新規作成その他からプロジェクトを表示させると登録されたプロジェクトテンプレートを見つけることができます選択後保存場所を指定して そしてプロジェクトテンプレートのこのプロジェクトを利用することができます。